はい、どうもこんにちは。よろしくお願いします。本日も自民党総裁選挙を叩いていきたいなというふうに思います。特に小泉ポイマー進次郎を叩いていきたいなというふうに思います。まあ、自民党総裁選挙出馬表明ですよね。石破とか河野とか高市とか、表明してるんですよ。でもまあその辺は一旦横に置かせていただいて、怖いのはやっぱり小泉ポイマー進次郎なんですよね。どうやら人気が石破を抜いて1位になったという記事がちらほら見えてくるようになったんですよ。まあ世論調査で1位になっても投票権があるのは自民党議員と全国のサポーター地方議員だと思うんですけれども、まあ空気感で言えば小泉ポイマー進次郎がいいんじゃないのというアンケート調査が出てきますよといったメディアが出てきましたよと、小泉を担ぎ上げようとしてるんだろうなというふうに思うんですけれども、まあまあとはいえ小泉ポイマー進次郎はさ、内閣総理大臣自民党総裁の器ではないですよ。何やったらね、自民党議員国会議員の器でもないと思うんです。こちらの動画見たらね、もう分かると思うんですけど、こいつが自民党総裁選挙についてインタビューを受けてるんですね。結構前、2018年にインタビューされた映像なんですけれども、これ見たら分かる通りとんでもないんです。でまあ小泉構文というかさ、ポエマー的な発言をしたのがエンタメ的に笑いを呼んでるわけですよね。まあそのエンタメ要素で言ったら面白いちんぷんかんぷんなこと、中身スカスカなことを平気で言うんですよね。胸を張って言うもんだからさらに面白いわけですよ。だからね、エンタメとしてはね面白いんですけれども、内閣総理大臣自民党総裁をエンタメで面白いからと言って、人気があるからと言って選ぶようではね、ほんとバカだと思うんです。でもね、今それ選ぼうとしてるわけですよ。それは国民が選ぶ前に、今言ったように自民党議員が選ぶわけですよね。小泉総裁がいいなんつって、何を考えてるんですかと、ただ人気にあやかりたいだけなんじゃないんですかって思いません？思いますよね。普通に思いますよね。だってあいつが総裁になったらどんなことになるのかとか、そういう想像力が働かないんですか？想像力の乏しい人たちが国会議員なんですかと、頭悪くないですかと思うんです。でその小泉人気にあやかればさ、当然もし自民党総裁になった時には選挙は盤石なものになりますよ。で選挙が盤石ということは、小泉を担ぎ上げた人たちも盤石になるわけですよね。次の衆議院選挙、参議院選挙、公認キットをもらえて安心だな、安全だなみたいな、自分たちの保身のためですよ。それ以外に考えられないじゃないですか。小泉ポイマー進次郎なんか実績あるんですかと、レジ袋有料化ですかと、ライドシェアですかと、それぐらいしかないと思うんですよ。何の実績もないし、討論会に出た記憶もないし、常にマスコミを賑わすのはさ、そういうエンタメ要因というか小泉構文みたいなところがさ、世間を賑わすわけですよ。そういったことで人気があるのはね、否定しませんけれども、それを担ぎ上げるなんてね、結局自分たちの保身議席のことしか考えてないと言ってるのと同じだと思うんです。ね、アホですよね。で永田町の論理では勝ち馬に乗るみたいな、で勝ち馬に乗れば今言ったように自分の議席はね守れるらしいんですよ。話によるとね、公認もらえるので。で勝ち馬に乗らなかった時には自民党内で冷や飯を食うことになるみたいな、よくこういう話聞くじゃないですか。自分が推した候補者が総裁になれなかった時には冷や飯を食うと。その冷や飯というのはさ、大臣に起用されなかったりとか、自民党の要職につけなかったりとか、まあそういったもろもろで冷や飯を食わされることになるみたいな、それが嫌だから勝ち馬に乗るんだと。今現在の勝ち馬予定者は小泉ポイマー進次郎だ、一旦そこに乗っとけみたいな話でしょ。これもまた自分の都合というかさ、保身のためじゃないですか。冷や飯を食わされるのが嫌だから勝ち馬に乗るんだみたいな、もうね、そんなんだったら国会議員辞めたらどうですかと。自分の保身椅子のことしか考えられないようなやつがさ、もう国会議員になってるなんてありえないですよね。そもそも国会議員になるのはさ、なんて言うんですか、日本を良くしたい、地元を良くしたい、
庶民のため、大衆のためとかいろんな思いがあって国会議員になったはずだと思うんですけれども、それが第一優先で有権者に約束をして国会議員になったと思うんですが、国会議員になったらそれよりも自分の議席を守ることが優先順位第一位になってるわけですよね。だから冷や飯食わされるのは嫌だ、冷や飯食えよと思うけどね。どうです、冷や飯食わされるのが怖くて勝ち馬に乗る、その勝ち馬が小泉ポエマー進次郎、ふざけんなと。小泉ポエマー進次郎が内閣総理大臣、日本の自民党総裁になったら日本はどうなるんですかと。本当そういう想像力に乏しいやつが自民党議員にはいっぱいいることがえぐいなと思って、で結局私たちが投票できる権利もないし、世論調査が示しているような人たちが投票できるわけではないので、まずは国会議員投票で地方議員でサポーターズになるわけですよね。そういった人たちの投票結果になると思うんですが、まあ小泉ポエマー進次郎は最悪だなと思って、まあそういったところをねフライデーが記事にしてくれてるので、コメント欄も一緒にね皆さんに共有したいなと思っています。これはフライデーの記事ですね。タイトルが日本終わるの声もと、上司にお前元気かと言ったらしいんですよ。自民党総裁候補小泉進次郎が犯したとんでもない比例、このとんでもない比例は、まあ、とんでもないんですけれども、今回ちょっと端折りたいと思うんですよ。で記事の前半部分を皆さんに共有したいと思います。これ小泉構文ですね。プラスチックの原料は石油なんですよね。意外にこれ知られてないケースがあるんですけど、これ実際に言ったことですよ。プラスチックの原料は石油なんですよねって、意外に知られていないんですよというふうに言うということは、自分は物知りだと言いたいんでしょうけれども、これもね、プラスチックの原料は石油以外何だと思ってるんですかと。プラスチックの原料はプラスチックなんですよというのもおかしいんですけどね。これも実際に言ったことですよね、小泉構文ですよ。気候変動のような大きな問題に取り組むには楽しくクールにセクシーでと言った。これも実際に言ったんですよ。これが発端でセクシー大臣、セクシー大臣と言われるようになったんですよね。意味わかんないですよね。で意味わからんすぎて、その問いに対してさらに質問したところ、その回答がどういう意味かと説明すること自体がセクシーじゃないとこれマジでわからない。もうドツボ沼ですよ。小泉沼にはまりまくってます。これも有名ですよね。なぜ答えは 46% がはっきり分かったわけではない、おぼろげながら浮かんできた。これも実際に言った言葉なんですが、文章にするとここ1行で終わるんですけれども、結構この1行を話すのに間があったわけですよ。なぜ答えは 46% か丸続いてはっきりというふうに続いてるんですが、この 46% とはっきりの間にどれぐらいですかね、1分近く空白があったような気がするんです。無音がずっと続いて、おどうしたんだと。パラレルワールドに意識がいってるんじゃないんですか、異世界に飛んだんじゃないんですかと思われた、その後に出てきたのがこれなんです。はっきり分かったわけではない、おぼろげながら浮かんできたというのが 46% なんですよ。まあ意味不明ですよね。こういうことでね、エンタメですよ。正解を沸かせてきた、まあそのエンタメ要因というんですか、その部類になる小泉ポエマー進次郎が今人気ナンバーワンで内閣総理大臣、自民党総裁になろうとしているわけですからね。これはどうかしてると思いませんか。でこれがヤフーのコメントなんですが、まあまあいいこと言いますよねと思って、政治家の世界は定年制がなく80代の超高齢議員もいるため、小泉氏のような40代を若手と呼ぶが、民間ならばある程度実績を積んだ中堅で場合により役員クラスになるケースもある年代だ。まあそれはわかるんですよね。で日本を導いていくだけの能力、地頭や指導力が小泉氏にあるとは到底思えないと。世襲として知名度があるだけで議員としての実績も大してない、よって全く支持できない。これは素晴らしい、その通りですよ。小泉という人をね、この4行5行の文章でもう素晴らしく例えてますよね。これもいいですね。どのように思考してみても、環境大臣時にレジ袋の有料化を制定して我々国民からは不評であった実績しかない小泉氏が次期総裁選の有力候補であることが疑問視されます。
そうですよね。もしかしたら父親の小泉純一郎氏が総理経験者であるがゆえの自民党派閥議員の忖度による強靭な推しである可能性も否めないかと思います。いずれにせよ小泉進次郎は総裁になるがための資質、能力、経験不足は顕著でありつつ、まだまだ時期尚早ではないかと思います。これもいい意見ですよね。で、まだまだ時期尚早というのも僕はね同意するんですよ。これはねずっと総裁になれないというわけではないと思うんです。必ず彼はね自民党総裁内閣総理大臣にはなりますよ。でも僕としては今なるのは困る。今年今回はさ政権交代の大チャンスが巡ってきてるわけですからね、今自民党総裁内閣総理大臣になられたら完全に政権交代の目つまれるわけですから、だからねいつかはなるんでしょうが今回はやめていただきたいなと。はい、ということで今回は小泉ポイマー進次郎なんですが、まだまだいろんなことが出てくると思うので、その都度皆さんに共有して上げ足を取っていきたいなというふうに思っています。ということで本日は以上になります。ありがとうございました。